ッヘル監督、イングランド代表新監督に就任へ。イングランド代表監督にトーマス・トゥヘル氏が就任することで、イングランドサッカー協会と合意に達したようだ。A スカイスポーツが伝えている。イングランドはユーロ2024終了後にサウスゲート監督が退任。しかし、後任は決まっておらず、U21 代表監督のリーカーズリー氏が暫定指揮官となっている。スカイスポーツドイツによると、トゥヘル氏と来年1月1日から18ヶ月の契約を結んだようだ。このため、来月開催の UEFA ネーションズリーグのギリシャ戦、アイルランド戦はリーカーズリー体制で臨むこととなる。おいおい代表監督するにはまだ早いだろ。外国人はカペット以来イングランド人じゃなくていいのか。しばらく前にスウェーデン人の監督迎えて準決主義はやめてる。代表を率いるタイプじゃないと思うがねえ。状況に応じて選手の配置や戦術を細かく変えたがるタイプが代表で機能するかは興味がある。エリクセンの時は年がら年中袋叩きにされてたな。給料高い外国人監督はやられるで。チェルシーでやったことが再現できればイングランド優勝しちゃうぞこれ。有能だけど変なやつ。イングランドをドイツ人が率いるってなんか面白いな。一か八かが意外にハマるかもな。チェルシーで CL 優勝した年一時期は世界トップ監督とまで言われてたな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価ぜひお願いします。